こうして他の種族に扮するのも面白いわね。どんな種族の姿であろうと、ヨハネの魅力が消えることはないけど。堕天使が人魚のコスプレをしてるって、コスプレ言うな！あなた、いい加減そのヘラ図口をどうにかしないと本当に呪うんだからね。これは次のライブのステージ衣装。見ての通り人魚姫よ。本物の人魚姫のようでしょ。私自身、自分の生まれは天界ではなくて、実は海だったような気がしてくるくらいだもの。もし本当にヨハネが人魚姫として生まれたとしても、童話のような生涯は送らないでしょうけどね。だってこのヨハネなのよ。海の魔女などに頼らなくとも、自力で王子を自分のものにするだけの実力はあってしかるべきじゃない？むしろ王子だけではなく、王族全員や他の人間たちも虜にしてしまうに違いないわ。人間たちの心を掌握したヨハネは、陸と海の両方を滑る女帝として君臨するのよ。うん、即興で考えたにしては悪くない人生設計だわ。人魚姫は儀礼の象徴と言われることが多いけど、ヨハネなら栄光の象徴になったかもしれないわね。え？人魚でも堕天使でもやろうとしていることが変わらない？それはそうよ。どんな姿で生まれ落ちようと、ヨハネはヨハネだもの。